どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はプラザソウルホテルの前に、おります。で今日はですね、これからもう空港に戻って、日本に帰るわけなんですけども、ちょっとね、ソウル駅まで歩いて、でまたね、インチョン国際空港はね、プライオリティパスのラウンジが結構ありますんで、まあラウンジホッピングしつつですね、日本ね帰りたいなと思います。ということで、前回の動画でね言った通り、ちょっとね体調が芳しくなくて、もうこのままね帰ろうと思ってるんですけども、歩いてねソウル駅まで向かって、まあその間で、まあ、ちょっと元気になればね何かいただこうかなっていうところですかね。はい、ということで、まあ昨日とねここのルートはね一緒なんで、もしねお店入るようだったらまたねカメラ回したいなと思います。いや今日はね6月の27日の火曜日なんですけど、そんなに今日最高28度とかなんですけど、今かなり涼しいですね。はい、ちょうどいいぐらいかな。いいですね、このぐらい気候で。ここねすごい人がねみんな休憩してるんですけど、休憩スポットなのかな、いまいちよくわかんない。別にカフェとかがあるわけじゃなくて、みんなそこでねタバコを吸ってるんですよね、不思議。ということで、まあテクテク歩きつつ、体調回復したら、ちょっとねもう一品ぐらいね食べて、空港の方ね向かいたいなと思います。してます、ちょっと行きたいと思います。韓国の踏切はこんな感じなんですね。めちゃくちゃ揉めてました今危なかったね。やっぱ日本とはねまた違いますね、こういうのがあれですよね。だもう間もなくねソウル駅に到着します。日が出てきて結構暑くなってきましたね。でももうソウル駅、水がビシャビシャ垂れてると思ったら窓掃除してるんだ。到着しました、こちらです。ちょっと食べれそうになってきたんで、ちょっと挑戦してみたいと思います。こちらは、ブログでね、ソウル駅おすすめ食事3選みたいなのに載ってたブログのお店ですね。では行ってみたいと思います。ではね、お店に入ってまいりました。完全に英語が通じないですね。うん、私もブログの写真を見せて注文いたしました。 Thank you. Thank you. 소금 후추 Thank you. 설렁탕 美味しい Thank you. あーやってくれ、설렁탕店員さんがすごい。あ、カティ、あーカティ、あーあーテキディス、あーオッケーオッケー Thank you. 隣のお客さんが教えてくれました。自分でこのキムチをね出されるんですけど、自分で切って食べるみたいですね。うん、お隣さんがカットカットって教えてくれました。ということで、ちょっとね鉄鍋なんでね、映像は別で直しておきますんで、ネギを入れて食べるみたいですね。ということでいただきます。二日酔いもいいらしいです。肉入りのそうめんみたいな、はい、優しい感じの味ですね。そうめんみたいなのとお米もね下に入ってるということで、使いにもいいみたいな感じですけど、結構がっつりです、ね。で味付けはね結構薄めなんで、これね多分胡椒だと思うんですけど、これ塩なんですね。こういうのを自分で出して周りするみたいですね。うまい。デフォルトの味付けはかなり薄めなんで、もしかしたら濃い味が好きな人はちょっと物足りないかもしれないですね。これを食べつつキムチ食べるみたいな。キムチもめちゃめちゃな量出されるんで、ちょっとこれは絶対食べきれないですね。一人一人前この量が出てくると考えると結構衝撃ですね。これですよ、
美味しいんですけどね、はい、ちょっとこの量は致死量だな。このくらいの優しいお味でいいです。やっぱりちょっとお酒弱くなったのかもしれないですね、うん、ちょっと優しい味でさらっといけそうなので、このまま勢いで食べちゃいたいと思います。頼まなくてもお茶かな、これ麦茶お茶何茶かちょっとわかんないですね。結構ね、あの頼んですぐ出てくるんでいいですね、はい、30秒ぐらい出てきました。ではゆっくりいただきます。ということで出てまいりました。店主のねお母さんみたいな方も非常に優しくて、これ美味しい美味しいって言ってましたで帰りありがとうさよならって言ってましたね、はい、非常に美味しかったです。ソウル駅ね近く来られる方は行ってみてください。もう私もねちょっと全部食べれるか心配みたいなことをね思ってたんですけど、結構さらりといけましたね、はい、非常に美味しかったです。ちょっとね道が分かりづらいんですよね、ちょっと奥まってまして、ちょうどこんな感じで間の奥にある感じですね、はい、まあ、ネイバーマップ、まあ、Google マップがね、まあ、使えないと聞いて私もネイバーマップを入れてきたんですけど、ネイバーマップでね住所調べれば出てきますんで概要欄に載せておきます。ということで私はソウル駅に向かいたいと思います。ここもねソウルから駅からね本当に5分ぐらいで来れるところなんで、まあ、駅から来て行ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、先ほども言った通りねデフォルトだと結構味が薄いんでね、はい、自分で調整して、まあ、いただいていくっていう感じですね、まあ、キムチ入れたり、塩入れたりしてっていう感じですね。でもさらりといけてめちゃめちゃ美味しかったです。ではソウル駅に向かって電車に乗ってね、インチョン国際空港行きたいと思います。ソウルからちょっと離れただけでこういった感じのなんていうんですかね、はい、お店がつながってるようなところもあるみたいですね。でちなみに先ほどのねあの商品は1104円でしたね、はい、私のレボリュートの請求でそう来てました。まあ朝食とかにしたらちょっと高いかな、まあでも今円安なんでこんなもんですかね、むしろ安いかもしれないな。ではそのまま下っていきましょう。このまままっすぐ行くともうソウル駅ですね。なんか左に渡っといた方が良さそうなんで渡っておきましょうかね。であの英語が通じません、英語はね軽く通じるか通じないかでメニューも全部ハングルなんでね、はい、読めませんであの紙のメニューとかねくれないというか、まあ、そういうサービスがないお店ってあるじゃないですか、壁に貼ってあるみたいな、そういった感じですね。ですので私も、はい、ブログのその商品の写真を見せて注文するっていうね、あそしたらこれねみたいな感じであの分かっていただけたんで、まあ、そういう感じではい、注文するのがいいんじゃないかなと思います。英語表記はねちょっとあればあれだったんですけど、英語表記は見つからなかったですね、はい、で結構遠いんでね、あの Google レンズで翻訳するわけにもいかず、まあでもちゃんとそのブログをねよあの見てたんでよかったですね、はい、ではねソウル駅向かいたいと思います。あーお腹いっぱい。ではソウル駅到着です。このロッテマートが直結になってたはず。思った以上にねマスクしてる人が多いですね、うん、結構びっくりですね。室内も外もマスクしてる人ね結構いますね。ということで私もマスク装着します。ではソウル駅到着です。昨日来たんでね、昨日と逆方向に向かって行けば多分大丈夫でしょう。ということで行きたいと思います。ここにはもう本当に昨日もマックとかありましたんでね、何でもありそうですね。ではこちらですね、確か昨日もここから上がってきたと思います。では行きましょう。昨日の今日なのになんとなくしか覚えてない、多分こっちで合ってるはずです。いやソウル駅でかいんでね、ここで乗り換えとか大変そうですね。多分 YouTube とか出てると思うんでそれを見てから予習してきた方がいいですね、うん、それにしても暑いですね。もう室内なんですけど室内でも暑いですね。
では行きと一緒でこちらで購入完了です。では行きましょう。はい、オール一般列車ですね。ソウル駅が終点なんですね。なら別にあれですね、気にしなくていいんで楽でいいですね。いや、この地下鉄もね、地下の4階かとはね、そこら辺なんですごいですよね、うん、めちゃめちゃ地中深くを走ってるんですね。ではね、40分か50分ぐらいかかりますんで、インチョン国際空港まで揺られていきたいと思います。急いでる人がいるということはもう電車が来るのかな。ちょっと早めに行ってみますか。では乗り場到着です。インチョン国際空港と書いてありますね。はい、では次の列車を待っていきたいと思います。それではインチョン国際空港第一ターミナル到着いたしました。相変わらずのエアコンはギンギンで寒かったですね。成田空港みたいにチェックインを早くしてくれればありがたいんですけども、今日のフライトが3時なんで3時間前で、もし3時間前までしかできなかったようだったらちょっと空港で待つしかないですね。いや、それにしても本当に韓国の駅は綺麗ですね。本当に、うん、本当に日本と同じぐらい綺麗ですね。こうやって考えると本当にニューヨークとアメリカの地下鉄がいかに汚いか分かるぐらいですよね。韓国とかね、ホームドアも完全に設置されてるんで、ゴミも全然落ちてないですよね。すごいね。無事返金も受けました。ひとまずお手洗いに行ってからチェックインしていきたいと思います。一応さっきの電車はね、ターミナル1と2があって、ここがターミナル1で、ターミナル2はもう一個先の駅なんでね、そこだけ注意ですかね。まあ日本語でもね、案内電車なんかしてくれますんでね、まあ、そこまで難しくはないですけども、であと電光掲示板とかもねバッチリ書いてあるんで大丈夫でしょう。逆にニューヨークとかの方がね、難易度高いですよね。いや、本当にめちゃくちゃ綺麗ですね。やっぱりでかいだけあってエアコンの効きはあんまり良くないですね。軽く暑いですね。成田空港みたいにね、絶対チェックインできるんだったらもういいですよね。そしたら制限エリアに入れますんで、プライオリティパスのラウンジをね巡れますんで、どうでしょうか。ではこちらですね、ターミナル1行きたいと思います。まあ、なんだかんだでもう11時半なんで、もうそろそろ3時間前になるんですね。チェックインカウンターはこっちですね。行きが地下道を通ってきたんですけど、空港に向かうときはこっちの方を通るんだ。見た感じがだいぶ違うんで合ってるか不安なんですけど大丈夫でしょう。では到着いたしました。チェジュ航空を探してチェックインしていきたいと思います。電光掲示板がありましたね。電光掲示板の前に並んじゃってるんだね。今日はこちらですね。ちょっとうまく映ってないかもしれないですけど、 LO35 便、あ、違う違う、こちらですね、 7C1104 便、15時5分発の成田行き、 LO08 から35、それちょっと行きたいと思います。あっちから。いや、本当にめちゃくちゃ綺麗ですね。インチョン国際空港も、あ、チェジュ航空ありました。これは違うか。ありました。では行きましょう。お、行けますね。ではこれで
OK ですね。同行者いません。こっちにしましょうね。また通路側で行きましょう。お、これで発見できましたね。 OK です。多分下から出る。よし、それではね、無事チェックインすることができました。ではもう制限エリアに行ってしまいましょう。では行きたいと思います。では国際線出発はこっちかな。デパーチャーって書いてあったんですけど、出国審査はあれ、あそこかあそこですね。はい、では行きたいと思います。完全に通り過ぎてましたね。では到着いたしました。先ほどのゲートはねクローズしてたみたいで、もう一個先まで来ました。30分ぐらいかかるみたいですね。もうちょい先行けば20分とか表示が出てますけど、なんか行ってる間に分数増えそうな気がしていいかなっていう感じなんですけど、待ちましょうか。でも全然進んでる気配がないんですよね。進んでるのかな。ではもう一個奥のゲートまで来ました。進んでそうですね。こっちは25分。では行きましょう。ということで無事ね出国審査、手荷物検査終わりました。いや非常にハイテクで PC すら出さない手荷物検査でめちゃくちゃ楽でしたね。はい、ということで今私はここにいて、今回ゲートはね33番ということで、こちらですね。はい、ゲート33なんで、まあそんな遠くなさそうなんでラウンジね巡りたいと思います。では行きましょう。まずねここのここですね、4階のアシアナラウンジ、ここは多分プライオリティパスで入れるはずのラウンジですね。で、あと入れるのはこっちかな。ちょっとどれか分かんないな。どれか入れるんですよね。前回こう入りましたね。あとラウンジはどっかにあるのかな。 あシルバークリスラウンジもあるんだ。アシアナラウンジこっちにもあると。あとカルラウンジもありますね。あともう何個かねあるはずなんですけど、ちょっと分かんないなということなんで探しましょう。確かアシナララウンジはねあそこだと思いますね。前入ったことがある。はい、あそこですね。多分あそこ、まあ、一番近いんでとりあえず一番最初あそこ行ってみましょうか。アシナラウンジビジネスクラスセントラル。おっとプライオリティパスの表示はないですね。もしかしたらここはダメかもしれない。こちらですね。プライオリティパスの表示がないな。ちょっと聞いてみましょうか。では行ってみたいと思います。これねちょっと新しいですね。ここプライオリティパス OK なんですって。プライオリティパスは OK なんですけども、スターアライアンスじゃないと使えないということで、いやこれは初めてですね。はい、昔乗ったの何航空だったかな、ちょっと覚えてないですね。ということでスターハブラウンジに行きましょう。ではマティーナラウンジ到着しましたけども、めちゃくちゃ工事してる。なんかクローズしてるのかもしれないですね。ちょっと聞いてみたいと思います。いやこれはやってねえだろということで、こっちはもうやってないですね。はい、工事してますね。でここねなんかトランスファーホテルみたいで、その一部がねラウンジ開放されてるみたいなんですけども、こちらですね。はい、残念ながらやっておりませんということで、ってことは、この空港にはですね全部で4つラウンジがあるんですけども、アシアナ航空はスターアライアンス運航便のみで、マティーナラウンジの1個目はやってないと。でもう1個の方が、もう1個も確かやってないって書いてなかったかな。はい、まあ、とりあえずもう1個も行ってみましょうか。はい、もう1個も確かやってないって書いてあった気がするんですけど、ということで行ってみたいと思います。いやラウンジホッピングどころじゃないかもしれないですね。はいではせっかくなんでインチョン国際空港の今はこんな感じです。もう完全に復活ですね。コロナになってから来るのは初めてですね。去年の世界一周でも僕が行った時は韓国はまだ開放してなかったんで確か行けなかったんですよね。ですのでコロナ後初ですね。いや本当にめちゃくちゃでかいな今ね43番ゲート付近まで行きたいんですけど、ただいま28番ゲートなかなかですね。でこの100番台のゲートの人たちは電車乗ったりしなきゃいけないみたいですね。うん、
私は33番ゲートなんで、まあ、多分何も乗らないで飛行機乗れると思うんですけども、これ後から気づいたら結構厳しいですね。ということでまだまだありそうなんでね、43番ゲートまで行きたいと思います。それではまあまあ遠かったです。マティーナラウンジ着きました。こちら43番ゲートの向かいの上ですね。でも行ってる人はたくさんいるんで、多分やってるんじゃないかな。もう来るだけに結構くたびれてしまいますね、うん、ではちょっと入れるか行ってみたいと思います。では到着しました、マティーナラウンジ。あ、プライオリティパス書いてありますね。はい、営業してるし利用することができそうですね。ということで行きたいと思います。それでは入ってまいりました。いろいろありますね。ゆで卵、あと野菜、キムチ、ナムルとかもありますね。ああいいですね、お野菜いいです。でワインとソフトドリンクで、こっちにはホットミールもあります。酢豚かな、あとちょっとわからない麺類っぽい、あとキムチチゲあります。あとパンとコーヒーマシン、ソフトドリンク、あとお水ですね。あとカップラーメンもあります。お、あとすごいスイーツもあるんだ、ぶどうとかもあります。では軽くいただきましょう。ビールはないのかな、ちょっと見てみます。軽く飲み物をいただいてもらいました。規模はねかなりちっちゃいですね、40席ぐらい、結構狭めなラウンジですね。もう一個のスターバーハーブラウンジもこんな感じなのかな。スターハーブもね多分私使ったことがないんで、前回はもうかなり前ですけども、その時はアシアナラウンジに、ね、ずっといましたんで。ということでちょっと飲み物だけいただいて次のラウンジに行きたいと思います。ということでちょっとゆっくりだけして行きたいと思います。それではラウンジ出てまいりました。次はね、スカイハブラウンジですね。はい、行きたいと思います。ね、ビールはですねありました。あの生ピールだけ提供してるみたいで、あの、ね、私が多分お水だと思って勘違いしてたところですね。あれがビールサーバーみたいですね。ということで、次はスカイハブラウンジ行きたいと思います。ここから近いみたいなんで、ここ43番ゲートの向かいで、次が42番ゲートだったかな、すぐそこだと思います。行きたいと思います。42番ゲート到着したんですけど、42番ゲートの向かいにねスターハブラウンジがあるらしいんですけど、どう見てもないんだよ。あ、もしかして上かな、可能性ありそうですね。ちょっと探したいと思います。でも反対側はねアシャーナ航空のラウンジなんですよね。ちょっと上に上がれるところから上見てみましょうかね。ということで反対側の上に来てみました。クリッツフライヤーのシンガポール航空のラウンジはねこちらにあります。さあスターハブラウンジあるのかな、全然わかんない。これはあれですね、アシアナ航空のラウンジです。あ、ありますね、ここの奥かな。そうですね、シンガポール航空のラウンジの隣だと思ってた方がいいですね。ありました、スカイハブラウンジ発見。ということで行ってみたいと思います。それではラウンジの、ね、入り口の左下の方にプライオリティパスとかねダイナースとか書いてありますね。ということで行きましょう。ではラウンジ入ってまいりました。向こうよりねこっちの方が定型が多いんですが、こっちの方が人が少ないですね。あら美味しそう、ちょっと何か分かんないですけども、ヌードルとキノコと野菜ですね。あとたい焼きとかスイーツもありますね。あとフルーツ、あとパンで、反対側に食事と、あ、餃子もありますね。でチャーハン、あとはちょっと分かんない炒め物があります。
ソーセージ等々もありますね。これは何だろうな、わからない。スパイシーフィッシュケーキシャワー、合ってるのかわかんない。これは油揚げですかね。あと天ぷら、あと何かのスープですね、はい。でこちらにキムチとかね。このうずらの卵は結構ありますね、いろんなところに。あとナムルと、あとお米で、ソフトドリンクとコーラですね。あ、激辛辛麺とか置いてある、これはいい。であとコーヒーマシーンとビールですね。テラビール from AGT、 自分で生ビールを入れていくスタイルですね。こんな感じになっております。あと下にお水もありますね。ということでビールいただきましょう。それでは軽くいただいてまいりました。いや完全にねやってしまいましたね。ここね42番ゲートで私30何番ゲートですよね。でさっきの断られたスターアイランスのアシアナラウンジとか、あともう一個やってなかったマティーナラウンジは11番ゲートの方なんですよね。で歩いて10分ぐらいかかるんですけど、そっちにねもう一個スカイハブラウンジがねあるというねいやーやっちゃいましたね、はい。ということで今回ねラウンジホッピングで来てますんで、ちょっと軽くいただいてもう一回11番ゲートの方まで行きましょうかね、はい。まだ1時なんで、搭乗が2時20分とかだったかな、搭乗が2時35分なんでまだありますんでね、ひとまちょっとビールをいただいて行きたいと思います。テラビール、結構スッキリとして飲みやすいですね。いやちょっと先ほどの何だったかよくわかんない、こちらをいただいてまいりました。こちら油揚げですね、やっぱり甘辛いタレについててうまいです。あ、スパイシーな漬物、うん、これ大根ですかね、うまい。ちょっとね、さっきのねマティーナラウンジは本当にめちゃくちゃ混んでてかなり辛かったですけど、ここはね座席間隔も結構広くて、はい、めちゃくちゃいいです。こっちの方がいいかも、うん、かなり混み合ってますね。てかこのスカイハーブラウンジ、ね、場所が分かりづらいんで慣れてる人だったらいいと思うんですけど、表示を見ても42番ゲートの向かいとしか書いてないんで、で結局来てみたら42番ゲートからちょっと離れた階段から上に上がって2階エリアにこのラウンジがあるんで、まあ基本ラウンジは2階エリアなんですね。そこを押さえとけばまあ来れると思うんですけど、私もあれあれと思いながら来たんで、うん、まあ、来られる方はシンガポール航空のラウンジの隣の隣の隣ぐらいだと思っていただければ、まあそうですね、シンガポール航空のラウンジ目指してくるとここに来れるかなと思います。ということで、じゃああともうビール一杯飲んでスカイハブもう一個行きたいと思います。このね2階エリア本当にすごいですね。皆さんねソファをつなげてベッドにして寝てますということで、ちょっとね10分ぐらい歩いて、11番ゲートのスカイハブラウンジ行きたいと思います。それでは到着いたしました。ここはね 11ゲートの向かいの2階ですねにあります。プライオリティパスのねやつもありますね、はい。こちらにね表示があります。ということで行きたいと思います。では入ってまいりました。こっちもかなり使ってる人が先ほどより少ないですね。あ、食事メニュー等々は全部一緒ですね、はい、全く一緒です。本当に全くそのまま一緒な感じですね、はい。
あとこちらはフルーツ類ですね。あります。こちらが飲み物です。飲み物も全体的に一緒ですね。はい。で奥の方にビールとコーヒーマシンがあります。はい。ということで、まあ、せっかく来ましたんで。なんか飲んでいきましょうかね。いただきます。またビール。いや、ソウル駅まで、ね、歩いたことによって体調はねだいぶ回復しましたね。うん、ただの二日酔いだったから。今ね1時過ぎで、搭乗は2時35分なんで、まあ、今回 LCC ってこともありますんで、ね、はい、2時ぐらいにはラウンジを出たいと思いますんで、ひとまずね、あの今11ゲートまで 10分もかな、5分ぐらいかな、歩いてきましたので、ひとまずね向こうのラウンジに戻って、そこで最後ゆっくりして搭乗を迎えたいなと思います。マティーナラウンジ、あとアシアナ航空のラウンジはね利用することができませんでしたけども、まあそれでもね3つ利用することができるっていう風になりますんで、まあこのスターハブに関してはね、あの一緒、サービス自体ね全部一緒なんで、まあこれはね、まあ、どっちかでもいいかなと思うんですけども、一応マティーナとスカイハーバーね置いてあるもん若干違かったんで、まあ、ちょっとねマティーナラウンジはね狭かったんでね、ああゆっくりしたいんだったらこのスターハーブの方がねいいんじゃないかなと思います。ということで、じゃあちょっとビール飲んで、向こうのねスターハーブの方にね戻りたいと思います。ということでラウンジね出てまいりました。今ね2時10分ぐらいになりましたんで搭乗ゲートを迎えたいと思います。いやね、こんだけいろんなラウンジがね回れるのは本当にいいですね。はい、楽天プレミアムカードとかセドンアメックスプラチナビジネスとかね、これらのカード持っていればこういったことができますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということでゲートの方ね行きたいと思います。今回33番ゲートですね。それでは33番ゲートに着きました。はい、余裕ですね。あと15分ぐらいで搭乗開始になります。まあ、この辺で、待ちたいと思いますね。あれですね、東京成田行き、飛行機は見えそうですね。本日の機体はあれですね、はい、行きと一緒だと思いますけども、いいですね、バッチリ飛行機も見えます。ということで、もうしばらくこの辺で待ちたいと思います。25日、それで、ね、座席に着きました。今回25の C という座席ですね。まあ行きと一緒ですね。ボーイング 737-800 です。まあ、モニターもなし、何にもなしですね。シートピッチも、まあ、行きと変わらないですかね。はい、チェックインの時はねガラガラなんですけど、あの座席をね指定すると値段がお金がねかかってしまいますので、皆さんチェックインまではしないということなんで、チェックインがね早いと、まあ、ガラガラなんですけども、まあ、乗ってみるとね、あのパンパンみたいな感じですね。行きもそうでしたんで、はい、多分今回のフライトも、ね、こんな感じになると思います。ということで、約2時間ぐらいのフライトを楽しんでいきたいと思います。今のところお隣さんとお隣のお隣はいらっしゃらないんですけども、おそらく入ってくると思います。ということで入国してですね、連絡バスにいて、第2ターミナルに来ました。まあ、せっかくなんでね ISS ラウンジによって今回ね、動画締めたいと思います。確か到着時にも使えるはずです。そう、第3ターミナルに到着だとあれなんですね、電車で帰るにもまた移動しなきゃいけないんですね。やっぱり第3ターミナル使うの初めてかもしれないですね、私。前回っていうか、まあ今回の旅行で
ということで IASS ラウンジね行きたいと思います。ではやってまいりました。 IASS のラウンジですね。はい、まだやってますよね。あ、まだやってます。9時までですね。ということで行きたいと思います。ということでラウンジ入ってまいりました。ということで今回のラウンジホッピング旅、最後は IASS のねラウンジで終了ということで、ちょっと行きはね飲まなかったんで、最後ビールを飲んで終了したいと思います。ということで、ね、ということでラウンジから出てまいりました。今回ですね、ラウンジホッピングということでインチョン国際空港で全部で3つのラウンジで、またねこの成田空港で1個のラウンジ、ホッピングさせていただきました。まあ楽天プレミアムカードとかね、セザンアメックスプラチナビジネスカードとか、プライディバスのねプレステージ会員であれば、何度でもね、利用することができますので、ぜひねこういった使い方もしてみていただければなと思います。まあラウンジ巡るのはね好きな方は結構楽しいんじゃないかなと思います。でちょっとねカメラの設定がかなりね顔が近い設定になってて申し訳ないですね。かなり私のドアップの映像がね続いてたかもしれないですけども、本当に申し訳ございません。全然気づかなかったですね。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。